はにょふ、はろにょふ、こんばんにょふ、ゆかにょふです。今回はゆかにょふのモーニングルーティーンをお見せしたいと思います。だいたい9時ぐらいに起きて、出勤前に事務仕事とかやったりしますね。ガジェット大好きゆかにょふさん。こちらは iPad mini 持ち歩き用の iPad です。めっちゃくちゃキラキラのピンクのお気に入りのケースを愛用しております。中のロック画面も大好きなスターバックスのモチベの上がる画像に設定してます。毎日の日課、朝起きたらですね、必ず SNS チェックと SNS のツイートを行っております。さあ、朝ごはんなんですが、朝からラーメンとかカレーとかいける口なんですが、まあ、1日1炭水化物ということでシリアルを朝はいただいてます。こちらはセリアで見つけためっちゃ可愛い大好きなくまちゃんの器ですね。電子レンジでも OK なので結構活用してます。シリアルの種類は気分によって変えたりします。はい、もはやペットのご飯ですね。牛乳は明治の美味しい牛乳が一番好きです。ちなみにこの蓋付きのね、牛乳を横にして冷蔵庫に入れてたら気づいたらドバドバーってこぼれててすごく大変でした。もぐもぐタイムスタートです。だいたいご飯食べるときは YouTube とか見ながら食べますね。お次は iPad タイムです。磁石付きの Apple Pencil 2、すごく重宝していて、イラストだったり朝の手帳会議だったり iPad にデジタルプランナーを入れて手帳代わりとして使っているので、そこに直接ペンで書き込んだりして1日の予定を作ったり事務仕事を進めたりしてます。もうガジェットが大好きすぎて、ガジェットと過ごす時間が自分の中の癒しだったり生きがいだったりするんですよね。これめちゃくちゃオーバーにいってるっぽいですけど、本当にそうなんですよ。続いてもお気に入りのお仕事アイテム iMac です。ピンクのケースでモチベーションアップ。これかなり古い型なんですけど全然壊れずに使えてます。ケースの付属でキーボードのラバーカバーがついてました。基本的に MacBook の方では iPad では作業しにくい資料作りやホームページの編集なども行っているので、 Web デザイン系などはこちらの MacBook で作業を行ってます。ただ最近は iPad で大体のことをこなせるので、しかも持ち運びも圧倒的に iPad の方が楽だし軽いので、昔と比べたらあんまり MacBook は使わなくなりましたね。ちなみにこれはダイソーさんで購入した大きなホワイトボードです。デイリールーティンを書き込んで毎日チェックしてます。さあ、お風呂に入ったので出勤の準備をしたいと思います。髪を乾かす前に洗い流さないヘアトリートメントをつけているんですけど、お気に入りのモンシャルーテエクストラリッチヘアオイルというのを愛用しております。パッケージからもうすごく可愛いんですけど、実際つけてみたら自分の髪とすごく相性があってずっと愛用してますね。お次はドライヤー。サロニアというメーカーでストレートアイロンとかも全部このメーカーで統一してます。いい感じに髪の毛が乾きました。自分で言っちゃうんですけど結構綺麗好きなので、ドライヤーの後はこうやってコロコロとお掃除をするのが日課になってますね。さあ綺麗になった空間で、先ほども登場した iPad mini、 こちらで YouTube を再生しながらストレッチをしたいと思います。このリファ、特にメイク前にね結構使っているんですけど、すごくいいんですよ。皆さんにおすすめしたいアイテムの一つですね。ではメイクタイムいきたいと思います。もう閉店してしまったのかな。セシル・マクビーさんのピンクの花柄のポーチを愛用してます。最近は化粧の時間もすごく短くて、10分くらいで終わったりしますね。なんか美容系 YouTuber っぽいですけど、プリマビスタ、これが優秀すぎて、下地とかファンデとかずっとこのメーカーを使ってます。ここからはテンポアップしてご紹介したいと思います。人に会う時用の顔が完成しました。続いては着替えて髪型を作っていきたいと思います。じゃん！量産型アイテム盛りだくさんのアベールのうさぎワンピ。今日は大好きなハーフツインにしたいと思います。さっきドライヤーでご紹介したサロニアストレートアイロンです。髪が傷むのでアイロンの前にはスプレーをたっぷりかけていきます。ここからまたスピードアップしてご紹介したいと思います。この2つの触覚が自分にとってマストになってますね。こちらはワッツで購入したマイメロと黒みの小物ケースなんですが、これポチッとワンタッチするだけで蓋が開くので、細かいゴムとかをまとめて入れてます。それではハーフツインにしていきたいと思います。この手に持っているものはまとめ紙スティックワックスです。手も汚れないし、すごく便利で、ハーフツインとかね、ポニーテールとかは必須のアイテムとなってます。そしてリボンを装着して髪型が完成です。最後にピアスをつけるんですけど、結構大きめのピアスが好きで、これはくまちゃんのピアスなんですが、渋谷109のバブルスで購入したお気に入りのピアスです。さあ、外行きのゆかにょふが完成しました。じゃん！全身の様子です。後ろにはうさ耳のフードがついてます。長いのでお腹の部分はベルトで固定して丈を短くしてます。胸には白いふわふわのうさぎちゃん。立体的なリボンもポイントですね。くすみピンクのカラーもすごく気に入ってます。それではお仕事行ってきます。帰宅後のナイトルーティンも載せていくので見てみてください。バイニョフー。